東京都品川でございます。おー、はい、ちょっとですね、今日は天気の方がね悪いかなと思ったんですけど、今ちょうどね、はい、撮影始めたら太陽の方が出てきちゃって、うんうん、ちょうど晴れてきた。私持ってるんですね、はい、ちょっと今日はですね、はい、品川の方を街ブラという形で、街、はい、ブラ、はい、いう風に思ってるんですけど、品川といえばね、やはり皆さんイメージがちょっとこうお金持ちの街というイメージあると思うんですけども、はい、今日はちょっと下町の方をね、うん、少しブラッとね、おブラリ、はい、街ブラチャンネルスタートあら、テレビ東京ありました、あそこに。あ、気づいちゃいました。お本日はですね、あれまさかなんとテレビ東京さんの方で地上波デビューしないということで、 あそこには行かないですね。行かないんで、なんだ、はい、びっくりした。品川にはテレビ東京があるということで、はいはい、品川といえばやっぱこう天王寺とかね、はい、よく聞きますよね、うん、はい、何の街かちょっと分かりませんけども、ちょっと分かんないけど、はい、今日はですね、ちょっと品川のちょっと絶品グルメを探そうということで、はい、本日はちょっとね旅をしていきたいと思います。分かりました。じゃあちょっと、じゃあ品川の街を散歩していきましょうか、はい、していきましょう。このそよ風が気持ちいいね。いいね、まあ、このウッドデッキがもうさ品川なのよウッドデッキ、ウッドデッキがおしゃれやな。早速ちょっとなんか美味しそうなお店がありますね。これはなんだ、オーガニックレモネード。レモネード、これはちょっと予想そうな雰囲気感じますねお、見てください、でかハンバーガー。ちょうどいいね、ちょうどいいね今、うん、ちょうどいいよね。ブリリアーモだって、どういう意味ですかね、わかんない行ってみますか、はい。あ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すいません、ディカプリオというものなんですけど、あ、撮影…見えますね、よく見ると。あ、ありがとうございます。撮影は大丈夫ですか。あ、どうぞどうぞ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。あ、よかったよかったよかった。何食べますか。そうですね、おすすめは何ですか。おすすめは、12月10日に出すんですけども、はい、ジャイアントバーガーっていうのがありまして、ジャイアントバーガーあとはチーズインバーガーとか、チーズインハンバーガー。チーズインハンバーガーですか。はい、あれバーガーですかね。ジャイアントバーガーって何。知り合いの方ですかいや、むしろ逆にお知り合いの方です。お知り合いです、です、お知り合いですね、お知り合いですね、お知り合いですね、はい、うわー、何だったんだ今の、はい、プロレスですこちらが、はい、ちょ先輩のね名前出してください。こんにちは、どうぞどうぞ。はい、かわいい、ちょっと待って、かわいいかわいいな。こんにちは、いってらっしゃい。いってらっしゃい、かわいい。バイバイ。辛いですけどね、はい、エンジンが足を取りましたね、はいはい、未来のね、日本を支える子たちがね、そうね、負け力がね、取れましたね。先輩のゆうきさんがね、ゆうきさん、はい、やってるこちらブリリアムコーヒースタンドというね、おお、キッチンカーですか。そうです、キッチンカーです。すげえおしゃれで、マリノスでスタグルとかも出してるんですよね。そうですね、今年から、はい、はい、12月10日に販売ってことは、はい、アジスタでお、ビールズジャパンオールスター2022で出展されるということで、よろしくお願いします。これ会場で食べれるんですよね。そうですね、ジャイアントバーガーに向けて大行列ができる。ジャイラーたちがね、ジャイラーたちが、ジャイラーたちが集まる。だからジャイアントと、うん、あと一応マッスーと、まあ、コラボメニューをここでちょっと出したいなと、うわったいうふうに思っていて、ちょっとそのコラボメニューをね今日相談しようっていう会なんですよね。そうですね、そうですね。だから街ブラじゃないです。街ブラじゃないんだ、はい、目的地決まってましたハンバーガーをちょっと食べていきますか。その噂のジャイアントバーガーを、ジャイアントバーガーを食べてますか、はい、早速いっちゃいますか。はい、マッスーなんかコラボバーガーやりたいんですけど、なんか好きな食べ物を食べますか。マジっすか。僕一番好きなのはチキン南蛮ですね。チキン南蛮か。チキン南蛮です。エビナスサービスでよく食ってる。よっそら絶対食うから。チキン揚げるの工程がちょっと大変なんであれなんですけど。チキンないですか。ビーフ南蛮なら。ビーフ南蛮聞いたことないです。でも多分ね、ちゃんとタルタルソースもなんなら作ってあるので、今日、はい、特別に。あ、じゃあもうビーフ南蛮食べてみようかな。え、ビーフ南蛮バーガーどうですか。ビーフ南蛮バーガーどうですか。バンが渋滞してるね。ビーフ南蛮マスバーガー。うわじゃあそれお願いしますか。ビーフ南蛮バンバーガーと今バー多くない。ジャイアントントンバーガーか。2つを注文していくってことでね、はい、じゃあちょっと伸びるんで、はい、作ってもらいましょうか。うめじゃねえわ。コーヒー美味しそうだね。コーヒー、ちなみに、はい、こちらのコーヒーは、世界一になった焙煎士の方が監修、監修ですか。専用に焙煎してる。だからこれもう世界一のコーヒーです。世界一やん、もう、はい、あった品川に世界一が。世界一あります。
で、このハンバーガーも世界一うまいです。うぃこれもちなみに俺食べたことあるんですよ、はい、このハンバーガー世界一うまいです。うわあ、じゃあもう実写版世界一みたいなもんじゃ。実写版世界一、あすげえ、はい、ポルシェのパンパンかもしれない。ポルシェのパンパンだった。ポルシェですね、金持ちのヘですわ。あれは金持ちのヘですわ。ちょっとねこのメニューちょっと写しとくんでね皆さんね、はい、当日12月10日当日はねちょっとメニューを絞る可能性があるということなんで、これだけは絶対食べたいで、もしあればコメント書いてねいただければ、統一メニューがねそれは残るかもしれないので、ちょっと飲み物だけ先にね。そうですね、頼みましょうか。まっすぐはどうしますか、ラテにします、ブリリアーモラテですね。ブリリアーモラテ、はい、これはじゃあちょっとレモネードいこうかな。あレモネード、あそうか、自家製レモネード。ちなみにレモネードもねくっそうまい、くっそうまいんだ。すでにコーヒーの香りが少ししてきましたよ。ああ鼻が喜ぶやつね、うん、ああすごい。ブリリアーモスペシャルブレンド、これコーヒーだね。コーヒーでラテ、モカ、キャラメル、マキアト、カフェモカ、ホイップ、ホイップのせたらやばいね、これはやばい。飛ぶぜ、飛ぶね、これはこれ合法ホイップだから。ちなみにでジュース、レモネードがあると、はい、ジンジャーエールもある。そう、あれ、ゆうきさんって、ゆういちと同期っすよね。あの、鳥毛さんの、そう、レジェンド、元タケルなのよ。タケルレジェンドっていうね、OB チームの代表を立ち上げました。はい、代表です。おぉ、レジェンド中のレジェンドみたいな。レジェンド中のレジェンド。ちなみにあれっすよね、ゆういちと一緒に出てたってことですよね、試合ね。そう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 、1人の鳥毛と10人のウォリアーのうちの。そう、あのウォリアーを構成してた人です。ウォリアーを構成してた、はい、12で耐え忍んで鳥毛で刺すっていう。そういうことですよね。そういうことです。そうですよね、関西1本目。そうですよね。ゆうきさんたちが関東に上げたんですよね。そうそう、うわ、引退ですか。30歳で、はい、引退しました。でそこからレジェンドですね。はい、だもう歴史上の人物です。歴史上の人物。横川健を関東リーグに上げたという。うわすごかったね。だ当時は J3 のさ相模原とにも勝ってたからね。あそれ YouTube にあった。いや本当もう偉大なお方なのよ。偉大なお方なのよ。偉大なお方が作ってる偉大なハンバーガーなのよ。ちょっとあの匂いがすごいよ。匂いやばいね、うん、これ伝わるでしょ。伝わんない人はあの YouTube アップデートしてね。そうだね。だからチャンネル登録して通知もオンにしたら匂い行くからそっちに。伝わるって言ってますからね。あのそれできるので冷たいやつ、すごくない？ほら、このこれがね、うわっ、うわー、これ最初の一口目、二口目は上の部分だけ飲むのがいいんですよ、うん、あ、なるほどね。このエスプレッソの部分、あー、うまい。このやっぱ上の部分はまだね、苦味がありますから、うん、あー、なるほどね。こっからちょっと混ぜて待ってはいます。うわ甘みを出していくと、うわあ味が変わる、ね、いやテイスティングの癖よ。ソムリエじゃないんだから。うまい、うまい。あの味が2種類楽しめる。あなるほど、ね、3種類ぐらいかな。最初のエスプレッソとちょっと混ぜての甘めと、うん、がっつり混ぜてのカフェラテ。なるほど、3段階楽しめる。そうないよ、ないよね。これも味の松竹梅ですね、これは。はい、お待たせしました、レモネードです。うわ仕上がってるね。これはちょっとさ、エロくない？エロいとは。これはエロいよ。喋って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 ゼックのそれです、これはゼックレモネード。え味はゼックです。ゼックレモネード、圧倒的レモネード。今あのジンジャーエールも作ってるので、おジンジャーエールも国産生姜をもうほんまりとスライスして、はい、いろんなスパイスとともに煮詰めて作ってるので、そのスパイスは企業秘密ですか。出せないですか。これジャイアンチャンネルでも出せないですか。いやそうですね、あ出せないか。はい、うわすごい。もうこれ色は似てるけどね、ちょっと 黒っぽいですね。あ確かにちょっと色違うわ。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、ジンジャーエールです、はい、あ、うまっ、めっちゃうまい。これからの時期ね、冬はまあホットにしてもホットジンジャーだ、ものすごい体が温まるし。ちなみにですよね、ホットジンジャーレモネードもあるんですよね。ホットもあるんだ。これレモンジンジャーもあります。うわ飲んだんですけど、うん、これね美味しいです。美味しいんだ。美味しいです、ホットね、めっちゃ美味しいです。
しかもあのなんか食事と合うタイプのやつです、ね、合うタイプのやつか合うタイプのやついやこれ単体でもいけるんだけど、はい、食事には絶対買った方がいいうわこんだけ日本語あるのよ、はい、日本語ってすごい繊細な言語なの、はい、いろんな表現あるんだけど今回に関してはうまい以上の言葉が見当たらないから俺は言ううまい3文字いやおいしそうだおいしそうだここすごい使えたから切り込むか切り込むかこれ入れるのでシリコン缶ねでかいじゃん子供もおじいちゃんおばあちゃんも食べれるように硬さもないしこういうの大事なるほどね緩急がね緩急がそんな変わるんだそんな増えるんだ、うん、やばもうすぐできるということではい、あ、たまらないですねジャイアントバーガーです。うわ、それはすごい。でかー。でかすぎるって。やば。え、肉何段ですかこれ。肉これは三段？三段。三段にチリコンカンに、はいフライドオニオン。フライドオニオンね。あれが超好きなんだよ。フレッシュ野菜。うわ。サツマイモチップスも私たちが収穫から携わっている生産から携わっているものの使っているチップスになります。サツマイモチップス。こだわりがすごいのよ。見てこのサイズうわこれこれがまさにエロいってことだよねエロいんだこれビーフ南蛮バーガーですお出たビーフ南蛮マッスーバーガーねうわタルタルがすごい語彙力タルタルがありがとうございますうわこれはやばいわんぱくこれじゃあちょっと向こうにちょっとテラス席があるということで食べに行きたいと思いますそちらで自食しましょうエチエチすぎでしょエチエチすぎだろこれ改めて見るとすごいね、うん、もうさこれは世界一だろ世界一だねこれは間違いなくこれかぶりつきもできますかねこれいっちゃうじゃあ食べていきますはい実食そっちかそっちも美味しいんじゃないASMR いや後ろでやらない後ろでやらないんだよ前でやるんだよ大体これはもうさうわいけるかぶりつけるいけるかいけないかじゃないのよマス行くんだよお願いしますあご外れそううん、肉々しい肉肉しいしもうチーズとチリコン缶とこのフレッシュな野菜、うん、そしてフライドオニオンのちょっとこの食感のザクザク感ザクザク感全部がもう本当にもう揃ってもうこのマリアージュが止まらないうもうワールドカップみたいなもんですかこれはワールドカップ優勝ですガチでうまいガチでうまい伝わるこの俺の熱意パッション伝わってると思う伝わってるうわフレッシュサラダが出てきたよ見てこれこんなパテ日本で食えないよ食えない食えないってマジで食えないってこれ食べてさ、うん、味変でこれとか食べたりそう素敵なレモネードジンジャーベリーレモンラテあるでしょうわ最高じゃんやばいねこれは合法バーガーよ合法バーガーですねこれはオブゼビーフ南蛮バーガーを食べたいと思いますはいやばくない伝説のタルタルだからん僕トマト苦手なんですけど全然いける全然いける全然いけるそれ素敵あそしてタルタルがうめえうめえ本当にうまい時の顔してるじゃんもううまいしか出てこないねわかるでしょ俺の気持ちわかるわかるわかるうまい以外にさもう日本語ないのよビーフ南蛮これさ、うん、流行るぞ流行るグラコロじゃないってビーフ南蛮だって美味しいもの食べた時って本当はね、うん、食レポとしてはちゃんと感想言わなきゃいけないのそれは分かってる、うん、本当にうまいもの食べた時って、うん、うまいしか出てこないうまいしか言わないからうまいを補填するためにあえてわーって喋るだけで本当にうまいもんってやっぱりみんなそうだと思うんだけどうまいしか出てこないの良さをねどれだけ皆さんに伝えられてるか分かんないんですけどアジスタの日はねブリリアムコーヒースタンドのハンバーガー食べてください間違いないです12月10日12月10日 CM 流しておきます流しとこうじゃあ CM 12月10日土曜日味の素スタジアムにてイールズジャパンオールスター2022が開催されます去年に引き続き今年も多くの現役選手が来てくれますウィナーズの活躍
躍するプレーや現役プロサッカー選手のスーパープレーを現地で観戦して一緒に盛り上がりましょう。ゲット情報は概要欄から確認してください。めちゃくちゃうまかったっすわ。はい、改めて、はい、12月10日に味元スタジアムでブリリアムコーヒーサンドさん出店されると。はい、よろしくお願いします。お二人は当日いらっしゃいますか。どうかな。でお店はあるんですね。お店はあるんですね。ここってあれでしたっけ、毎週いるんでしたっけ。水曜日と木曜日は毎週品川区天王洲に、はい、品川カルチャーベースさんで、月曜日は横浜、はい、シーズミックリズミック、その他土日はインスタグラムの方で出店情報を流しているので。なるほど、ぜひあのインスタグラムもね、はい、フォローの方よろしくお願いします。概要欄チェックということで、またちょっと美味しいものを探しに旅に出ましょう。はい、はい、次の旅へ行きましょう。ではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。